東京味の素スタジアムです。前節連敗を5で止めた FC 東京、一方シーズン途中の監督交代にもかかわらず悪い流れがまだ止まらないガンバ大阪の対戦です。前回のホームゲームで J1 通算300試合出場を達成しました東横浜 F マリノス戦でした。家族から花束が贈られます。今日の東京のメンバーです。前節勝ちましたレイソルと同じスタートイレブン、キーパー畑野、最終ラインに内田、渡辺、森重、小川、中盤のセンター青木、阿部、2列目に田川、高萩、アダユートン、最前線にディエゴ、オリベイラです。一方ガンバは少し入れ替えてきました。キーパー東口、最終ラインに三浦、菅沼、庄司、黒川、井出口、矢島、2列目塚本、倉田、宇佐美、そしてレアンドロ、ペレイラです。J1 リーグ第15節 FC 東京対ガンバ大阪の一戦がスタートしました。庄司からまず左サイドに長いボールを使います。三浦玄太が右のサイドバック、2センターバックは右庄司、左菅沼という配置です。三浦、宇佐美が待ちます。右ワイドに田川、でガンバの前線は今宇佐美は前にいて、倉田がちょっと左のサイドに出てます。 4-4-2 なんですかね。入れ替わりました。そしてラストパスからボレー、先制東京ディエゴ・オリベイラ、あっという間の攻撃、右のサイドからの展開、内田の仕掛け、相手が近くにいてもしっかりつないで、あとは個人の部分でうまくかわして入れ替わって、あとは庄司がカバーに出た時のディエゴ・オリベイラのポジショニングが、はい、ディフェンスから離れる形にはなってるんですけども、しっかり場所を見つけてそこにボールを渡して、どうしてもカバー行かなきゃいけないですからね、開けてしまうんですけど、空いたところうまく入って丁寧に合わせましたので、ショートコーナーを使って小川が折り返してヘッド、今度はアダユートン、ちょっとリスタートの準備がガンバは遅れてしまいました。はい、まあ、いわゆるちょっとゲームにうまく入れてないっていう感じですね。はい、抜けた左足、小川から大外、田川のボレー、右に宇佐美が開いています。センターにレアンドロ・ペレイラ、ここはシンプルに長いボールを使って左、倉田、切り返し、入れ替わった、フィニッシュ、もう斜めのボールが入ってフリーです。アダユートン引きつけてミドル、完全に空きました。アダユートン、塚本の浮き玉のパス、井出口拾って宇佐美、狙う、遠目からレアンドロ・ペレイラが打ちました。ミドルシュートもこの選手持ってますからね。宇佐美、三浦を流して、ここに宇佐美が絡んできた、左足のフィニッシュ、宇佐美、中で塚本、入れ替わった、ドリブルで運んでいきます。一、人かわした、さらに持って塚本、右足、いいプレーでしたね。ここは直線的なドリブル、前に仕掛けていきました。塚本、阿部シュート、股抜き、これを拾ってクロスが入ってきました。大外、こぼれている、ただワンに後ろから蹴られた、ファールなし、いいボールが入って決定機でした、はい、FC 東京。アダユトン、アウトにかけて阿部が来ます、運んで浮かせてきました、三田、食べる、ディエゴ、ヒールパス、三田、打てない、最後は三田のファール、
三田が持つ、折り返抜けた、最後は長い、試合終了、 FC 東京連勝です。開始1分の決勝点、ディエゴ・オリベイラ、苦しい5連敗がありましたが、これで2試合連続のシャットアウトゲーム。